このクラッピーデータの下にある XML ファイル、シリアルインフォをいじりまして、でここにコムポートの番号を書いてます。このコムポートの番号を、環境に合わせてまず書き換えてください。で、リリースパックの下にある、このクラッピー .exe を実行しますと、これディスプレイは1の方を選択して、プレイ実行。画面が起動します。こっちも起動します。ここでスペースキーを押しますと、ゲームがスタートします。で、これがハンドル、このハンドルを、こうやって傾けると車が旋回します。ハートを取っていくと、ここのスコアがどんどん更新されていきます。猫取っちゃうと点数が減っちゃいます。これで、得点を競っていきます。ハンドル傾けると LED が光ります。ルッキンググラスならではの、視点変更も OK です。ゲームが終わるとスコアとランキングが出てきます。で、しばらくほったらかしてるとまた初期画面に戻ります。ハンドル右に切ります。思い切って、はい、すると一番右までシフトしました。はい、同期します。